オッサモーニン。お家に小さな映画館を作りました。テーマ、君と胸キュンの夜を過ごしたい。とりあえず電球散りばめればおしゃれになるのでは説を実証します。ワイヤー用のプロジェクター、 Amazon で1万円くらいで買いました。粒電球は体に巻きつけたら雰囲気出ましたね。ポンポーン。今夜はステラ・アルトワという瓶ビール。ワイを震撼させたララランドでライアン・ゴスリングが飲んでいたビール。ワイもゴスリングとジャズを語り合いたい。不足ジャズを語れる知識はない。開け方で雰囲気を壊していくスタンスです。静止を掲げて乾杯。今夜はブギーナイツ。瓶ビールはひんやりと飲み口から冷たさが唇に伝わり、特別な気持ちにさせてくれる。ハリウッドスターとのメタ関節キッス。星を意味するこのビール、ロマンチックすぎる。おいしい。ララランドのミヤとセブのようにワイも星空の下でダンスを踊りたい。誰とという問題が発生すれば、これはハリウッドレベルの問題なので、ここは若かりし頃のレオナルド・デカプリオと踊りたい。映画館といったらポップコーン。バターの濃厚な香りが広がって、布団の上はたちまち小さな映画館に早変わり。二人でポップコーン一つ買って、映画見てる最中にタイミングが重なって手が触れて、あ、ごめんって、頬は赤く染める、あの胸キュンはいずこ。挿入歌でクラムボンの波を寄せてが脳内再生される。現在の地獄場で想像以上に真夜中の映画館。ビールを飲んでいると塩気のあるものが食べたくなる。ということで生ハムをいただこう。そこへコンビニに買ったカマンベールチーズ。チーズと生ハム以上に瓶ビールの雰囲気を盛り上げてくれるお供はいないだろう。チーズを生ハムでくるりと包み込んで食べるだけなのに、こんなにもおしゃれに見せてくれる今夜だけの特別な魔法。薄明かりの中で飲むビールから流れ落ちる水滴、きらめく美しいアルコールを眺めながらお休みと言いたい。こんなときめきを助長させてくれる素敵な作品、ドカンくん、知っていますか？これほど秀逸でセンスあふれる短編アニメは見たことがない。続きまして、ミニトマト。マリネ風にしたいのでソースを作ります。まずは酢を入れて、蜂蜜を少量入れます。硬い。なんでこうなるんだろう。そこに塩を少量入れて完成です。ここにミニトマトをつけて食べるだけ。本当は半分に切った方が味が染み込むけど、めんどくさかったのでこのままいきます。甘さがあるおつまみを一つあるだけで味覚の物語が広がっていく。おいしい。よくよく考えれば、布団の上で食っては飲んでだらけているだけなのですが、まあ、映画館という空間にするだけで全てが許されるこの感じ。生ハムの捕食とビールの飲み方がよく映画に登場するウエスタン風のバーで、酔っ払いながら飲み食いしている品性に欠けるおじさんと一緒で笑いました。くさくさ。これにも昔は夢があった、思い描いた家庭があった。この飲酒の背景には様々な複雑な事情があるってことよ。恋愛日常系の映画が好きなので、こんな本も持ってます。中場さんのおしゃれなイラストに作品紹介と名台詞が載っているの。まだ見たことがない映画がこんなにあるのかってワクワクを加速させてくれる素敵な本。好きな作品の一つ、セックス&シティ。本当に気に入った映画は本でも読みます。過去最高に美しかった映画、君の名前で僕を呼んで、エリオ。この映画を見てからティモシー・シャラメの虜になった。少年の繊細な気持ちの揺れ動きを表現したティモシーの神演技、切なくも甘い一末の恋を描いた青春小説。エンディングが美しすぎてブルーレイも買ったわ。あそこのスコッティッシュフォールド。映画もいいけど、レコードを聴きながらどっぷりと映画の世界観に浸るのもいい。最近はネットフリックスでドラマばかり見ていたので、そろそろ映画が恋しくなってきた。アルコールとの静寂な夜。この後はブルーバレンタイン3度目の鑑賞をして、幸せは永遠に続くものではないからこそ尊いのだろうかと、センチメンタルな気分になりました。体に巻きつけた電球が星のように光っていて綺麗だ。ああ、映画の主人公みたいな人生を送ってみたい。美しい部分だけ切り取って写してほしい。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。プロジェクターと電球を体に巻きつけるだけで、こんなになんかエモいと呼ばれる空間を作り出せるっていうことに驚きました。お家で過ごすときにプロジェクターがあると、家に映画館を作ることができるので、とてもおすすめです。そんじゃ、バイバイ。